今日もご覧いただきましてありがとうございます。三之助でございます。いつもはですね、あんまり着物で登場することのない YouTube でございますけれども、今日はこんな形でございます。7月の29日、午後7時を回ったところで、本来ですと今日は三之助を見た会 in 東京という会をここで、ここ日暮里サニーホールっていうホールなんですけれども、そこで行う予定だったんでございますが、何しろこの状況でございまして、このホールもいつもの時間たっぷり借りられないので、平日の夜にやる会としてはですね、なかなか、開演時間を早めるっていうのも難しいので、ずっと今年一回もできてないんですよね。今回もよしちゃおうかなと思ったんですが、これから私この動画を撮り終わった後にですね、ここで一席、収録して、で、私のホームページで有料で公開するということにしようと、収録のためだけに、やってるわけなんですな。で、収録するからって言ったらですね、私のあのアプリの読者のお客様が、もしよかったら適当に入って座っててくれって言ったんですよ。そしたらそういう困ったちゃんが何人か来ていただいてありがとうございますね。困ったちゃんの皆さんでございます。ご紹介してもしょうがないですけど、そういう感じで少し、多少のお客様に見守られながら、これから一席申し上げるってことなんですがね、ぜひ落語の方もご覧いただきたい。下の概要欄に、リンクを貼っておきます。一席いくらというふうに有料で購入いただくこともできるんですが、8月からですね、サンノスクリプションという、どっかで聞いたことあるような、サブスクリプションですよ、を始めることにいたしまして、月々お足をいただくんですが、今まで1年以上かかって取りためた講座があります。これを見放題ということにして、これから先もきっとこういうことで、どんどん増えていくと思いますので、そちらの方ももうどんどん見ていただくということと、それからですね、落語会のチケット、このこういう三之助を見た会って私全国でやってるんですが、そこのチケットに引き換えられるクーポンみたいなもの、これを月に1枚ずつ皆さんの会員の方のなんていうんですかね、ところへこうストックしていくっていう、落語会やらないのにチケットだけがストックされていくっていうことになるかもしれませんが、そんなことにならないようにという願いを込めて、やっていくということですね。でもちろん溜まっていっちゃった分使い切れねえじゃねえかっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、誰かを連れてきていただいて、それも1枚っていうふうにしたいと思いますし、そうですね、あんまり溜まっちゃってね、これから例えば50ヶ月ぐらい、ずっと会員だったのに一回も落語会来れなくて、50枚チケットがあるんだけどっていう方がいらっしゃいましたらどうですかね。じゃあその方のためにですね、ほら人を集めてくださればいいので、その分、その方だけの落語会をどっかでやるとか、もうやけくそです、そうなったら。とにかく月1枚ずつのチケットを後でどうするかはこれから一緒に考えようじゃねえかっていう、そういうようなことも含めて、月々のサブスクリプション、それから手ぬぐいなんかも出来上がればお送りしますし、オリジナルグッズもやろうかなとかっていうこともありますし、会員の方の専用のインスタグラムとツイッターがもうスタートしております。こちらも会員の方だけが見られるような、ちょっと普段の表と裏があるかちょっとよくわからないですけど、なかなかね、今ツイッターとかインスタも好きなこと言えないですよ。で、そういう好きなことを書く、裏アカウントを作りましたので、そちらの方もお楽しみいただけるようにとか、これからいろんな特典を拡充していく予定でございますんで、この3のスクリプション、こちらの方も下にリンクを貼っておきますので、入会していただけると嬉しいなという、今日はお願いばかりでございますけれども、告知の動画でございますよ。皆さん、まだ夏も続くしオリンピックも続きますからね、私ちょっとオリンピック一生懸命見すぎて、ちょっともう6日目ぐらいでしょ、まだね、もう疲れてきちゃってね、最後まで持たねえんじゃねえかっていう気持ちもありますが、皆さんぜひこの夏を乗り切って、そしてこのコロナ禍を乗り切って、そのコロナの後のためのいろんな、準備を
していこうかなと私も思っておりますんで、ぜひその応援をよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお目にかかります。